久留米出身こがけんさんが現役高校生のお悩みを解決。今週は福岡県立久留米高校からお届けします。創立115年の伝統校ですが、去年新校舎に移転したばかり。筑後地区で唯一の英語科を設置しています。嬉しい。今日は3年生堤良太郎さん、来年やってくる大学デビューに向けてのお悩みです。1年後に控えた大学デビューで成功したいので。大学デビューで成功したい。女子受けが良くて僕に似合いそうな髪型を教えていただければなと。誰に聞いてんだよ。年中こっちは七三でやってんだよ。僕は、ね、大学あの慶応だったんですけども、あのその時がですね、皆さんは知らないでしょう、あのプロギャルハイソックス、あの時のじゃあ大学がどうなってたかっていうことなんですけども、9割男はもう頑強です。頑強でみんなオールバック、びっしりのオールバックで、サマーセーター、V ネックのサマーセーター、みんなそれよ。その中に入っていけますかって。はっきり言いますけど、あの髪型一つで、あの大学デビューができるとは、ね、思わないでください、まず甘いですね。でも、今でも全然僕は、ね、悪くないと思ってます、ね、これですか。はい、でも今のだから、じゃあ本当にファッションの流れでいくとさ、ザ・マミーのね、酒井ここをあのもうキワキワまで刈り上げる、はい、でここをあの結構その ポマードだったりそういうもので、で髪を立てて綺麗に髪を整形するっていう感じ、っていうのがまあちょっとあの東京とかのトレンドではあるよ、ね、そうなんだ。大学に対してのちょっと恐怖感も湧きました。そうだね、何が起こるか分かんないからな。今俺の話聞いといてよかったな。そんな中でも自分のスタイルをしっかり決めて大学デビューに臨みたいと思います。ああいいよ、頑張って。頑張ります。